皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、トマトの和風サラダごまおかかみたいなのを作りたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、トマトはまずこういう風に乱切りに切って、はい、ではめんつゆ大さじ1杯入れて、うちいりごまがないからすりごまを、間違えた、すりごまがないからいりごまを代わりに入れます。いりごま好きだからいっぱい入れよう。入れてと、ごま油小さじ2杯、小さじ2、あと酢が小さじ1杯入れます。はい、酢小さじ1、あー入れすぎた、いつも通り入れすぎました。はい、あと醤油小さじ1、あと鰹節1パック、あと砂糖で割りですね。はい、完成しました。見てください。はい、先にサムネ撮る。はい、じゃあいただきます。どれ食べよう。いただきます。うん、レシピに夏の食欲ない時にぴったりって書いてあったんですけど、まさしくそうです。なんか夏を感じたトマトサラダでございました。皆さんも入れて混ぜてるだけなんで、よかったらやってみてください。いりごまでも合いますよ。私でもできました。以上、今日の動画でした。バイバーイ。